この動画ではレコッテスタジオとボイスピークの連携機能の解説をします。よろしくお願いします。下準備。まずは音声ファイルが出力されるフォルダーを作りましょう。右クリック、新規作成、フォルダー。フォルダー名は後で分かりやすい名前を入力してください。デスクトップ保存にしていますが、自分の管理しやすいところに保存してください。新規作成時の音声連携を設定。連携機能の設定があるところはレコスタを起動して新規作成をするときに、ここの音声連携にあります。右の三角ボタンをクリック、ボイスピークを選択すると連携できます。話者はお好みのキャラクターを選択してください。 OK をクリック、話者レイヤーの右側の空白部分で右クリック、音声フォルダーをリンクをクリックします。保存先を選択し、作っておいたフォルダをクリック、 OK をクリックしてください。これですぐに音声が作れる状態になりました。追加した話者の音声連携を設定。話者を増やした時の連携設定方法も解説します。話者を増やす時はタイムライン上部のプラスボタンをクリック、話者を選択します。新規にできた話者レイヤーの中央の歯車アイコンをクリック、話者の空白部分をクリックして話者を選びます。 OK をクリック、ダブルクリックでも決定します。そこから新規作成時と同じように連携機能をクリック、三角ボタンを押さずこの黒い部分をクリックでも選択ができます。ボイスピークをクリック、最後にもう一度 OK をクリックしてください。音声フォルダーも先ほどと同様に作っておきましょう。ボイスピークで音声を作成からでも同じようにフォルダを作っていけます。一回 OK を挟みますが、それからは同じ工程でフォルダーを指定し OK をクリックしてください。基本的な使い方。話者レイヤーの話し始めたいところの空白部分をダブルクリック、テキストを入力、 OK をクリック、ここはエンターキーでも同じく決定されます。次に話者レイヤーの左上のこの緑更新マークをクリックしてください。音声を更新しますと出るのでクリック。そうするとこのようにコメントオブジェクトへ音声が設定されます。再生してみます。おはようございます。ナレーターの変更方法。ナレーターの変更は一番右のアイコン、音声連携の設定をクリック、レイヤーの話者名から三角ボタンをクリックして他のナレーターを選択できます。クリックすると選択決定されます。すでに作成したコメントオブジェクトがある場合は左上の更新ボタンで変更したナレーター音声に更新されます。おはようございます。このように女性1から女性2に音声が変わりました。レコスタ内のボイスピーク読み上げ音声設定、レイヤータブで話者レイヤー全体の設定になります。調整項目は速さ、話す速度、ピッチ、声の高さ、ポーズ、句読点の長さ、音量、音の大きさ。右側は感情設定の幸せ、楽しみ、怒り、悲しみです。音声プレビューにチェックを入れるとパラメーターを変化させるごとに音声が聞けるので調整がしやすいと思います。おはようございます。今日もいい天気ですね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 。おはよう、おはよう、いい天気で、おはようございます。今日もいい天気ですね。音声プレビューで設定を決めたら更新ボタンをクリックして音声を更新できます。必要ないなという時はチェックを外してください。プレビュー再生時の方が音量が小さくなります。次に読み上げタブでは上からアクセント、イントネーション、読み上げの長さを調整ができます。ここも音声プレビューにチェックが入っているとその場で聞けます。設定は一つずつクリックでもできます。またドラッグすることにより連続で設定が可能です。読み上げの長さはドラッグでマイナス50から100の間で伸ばしたり縮めたりします。グッド MORNING。 コメントが違う場合はどの項目のところでもいいのでテキスト部分をクリックすれば書き換えられます。ただ必ずカタカナ入力になります。
書き換え後はエンター、もしくはこの辺りをクリックしてください。読み上げ設定をしたら左上の更新マークから設定を反映させられます。グッドモーニング。最後のコメントタブはコメントオブジェクトが複数個あるとします。おはようございます、こんにちは、こんばんは。それぞれコメントごとに読み上げ設定を変えることができます。ここにもあるように複数のコメントを一括で変更も可能です。その場合はドラッグで範囲選択かシフトプラス左クリックで複数選択してください。3つとも設定を変えてみます。1個目を速さを上げて、2個目はピッチ最大幸せ楽しみともに 100% に、3個目はピッチを下げて怒り悲しみ 100% に変更。更新ボタンをクリック。おはようございます、こんにちは、こんばんは。このようにコメントオブジェクトごとに設定を変更することが可能です。更新ボタンはその話者レイヤー全体を更新します。毎回する必要はないので、一つだけ音声を作る場合はオブジェクトを右クリック、音声を同期で音声が作成されます。今日は月が綺麗ですね。右パネルのオブジェクト設定の自動更新をロックにチェックを入れると、そのコメントオブジェクトは更新されても完全にロックされます。現在この話者レイヤーは女性2ですが、これを男性1に変更してみます。更新ボタンをクリック。おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は月が綺麗ですね。そうするとロックされたオブジェクト以外は更新されて男性ボイスになってしまいました。このコメントは変更しないと決定していましたらロックしておくといいかもしれません。音量の設定方法。音量を変更できるところが多いのでここで解説します。この話者レイヤーの音声ボリューム変更は歯車アイコンをクリック、下の方にある初期音声ボリュームから設定ができます。数値入力は2種類の方法があります。設定変更した場合は OK をクリック。レイヤー音量フェーダーのところからも対象レイヤーの音量を調整できます。単位はデシベルです。オブジェクトをクリックし、右上のプロジェクトメニューにも音声ボリュームからも変更が可能です。音量調整はもう一つあり、コメントオブジェクトの音声波形部分の制御点をドラッグし上下することでも可能です。ボイスピークで作った音声ファイルを一気に読み込ませる方法。新規でボイスピーク連携機能を使って音声を作っていくのは今まで解説した通りですが、ボイスピだけで作った音声も利用したいときはありませんか？このようなプロジェクトがあったとします。我が輩は猫である、名前はまだない、どこで生まれたかとんと見当がつかぬ、何でも薄暗いジメジメしたところでニャーニャー泣いていたことだけは記憶している。我が輩はここで初めて人間というものを見た、しかも後で聞くとそれは書生という人間中で一番凶悪な種族であったそうだ。右上の3点リーダーをクリック、出力をクリック、セリフをファイルに保存の右側の丸をクリックしてオンにします。命名規則は数字、ボイス名なしって設定してください。最後に出力をクリック。いつもボイスピーク音声を保存しているところに保存してください。話者レイヤーの歯車ボタンをクリック。話者を設定して音声連携をボイスピークにしてください。 OK をクリック。左上のパネル下部のエクスプローラーをクリック。音声が保存されているフォルダーを選択してください。そのフォルダーをダブルクリックして中身を表示させます。ドラッグで範囲選択をして話者レイヤーの上でドロップしてください。このようにすべてのコメントオブジェクトが音声付きで設定されます。我が輩は猫である、名前はまだない、どこで生まれたかとんと見当がつかぬ、何でも薄暗いジメジメしたところでニャーニャー泣いていたことだけは記憶している。我が輩はここで初めて人間というものを見た、しかも後で聞くとそれは書生という人間中で一番凶悪な種族であったそうだ。ここでの注意点として、新規に音声を追加したいときにそのコメントオブジェクトの右クリックから音声を同期で音声を作ってください。更新ボタンを使った場合はレイヤー全体が今のレイヤー設定で反映されるためです。
更新されるのを防ぐ方法は、話者レイヤー上にある更新したくないコメントオブジェクトはすべてオブジェクト設定から音声自動更新をロックにチェックを入れてください。これで話者レイヤー設定が違う場合でも音声を作ることができます。テキストを追加したい。自動更新をロックをしなくても追加コメントオブジェクトを右クリック、音声を同期で音声を作ってください。テキストを追加したい。この一気に音声を読み込ませる方法は、複数のナレーター音声があった場合も同じ話者レイヤーに入れることができます。女性1です。女性2なんだな。女性3ですが、なんか僕は男性1ですよ。男性2かもしれないし2かもしれない。男性3です。以後お見知りおきを。女の子なのだ。お腹すいたのだ。この音声ファイルも先ほどと同様に出力します。ここもエクスプローラーから保存フォルダをダブルクリックで中身を表示。範囲選択もショートカットキーのコントロールキープラス A キーでも可能です。女性1です。女性2なんだな。女性3ですが、なんか僕は男性1ですよ。男性2かもしれないし2かもしれない。男性3です。以後お見知りおきを。女の子なのだ。お腹すいたのだ。このような感じで同じ話者レイヤーに複数のナレーター音声を入れることができます。一気に音声を入れる方法、どこかで試してみてください。レコッテスタジオ&ボイスピークオンラインマニュアル。これでレコッテスタジオでのボイスピーク連携機能を使う基本的な使い方解説は以上になります。レコスタ上部のヘルプ、レコッテスタジオの使い方からオンラインマニュアルが閲覧できますので、そちらも合わせて参考にしてください。同じくボイスピーク側にも上部の3点リーダーをクリック。マニュアルで詳しいテキストベースのマニュアルが読めます。さて、どうだったでしょうか。レコッテスタジオのボイスピーク連携機能を使えば、動画編集にそのままボイスピークの音声が編集でき、そのままの流れで動画を出力できると思います。しっこいボイスピが入ってる感じだね。ちょっと改善してほしいところもありますが、コメントタブのところにリセット機能が欲しいとか、音声プレビューの音量が小さすぎるんだよね。これからもアップデートすると思いますので、その辺期待したいところ。動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではレコッテスタジオの使い方はもちろんですが、他の動画編集ソフトの解説も発信しています。ボイスピークも使っていく中で役に立つ情報を動画投稿していきたいと思います。チャンネル登録していただくと新しい動画の通知が届きますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。楽しい動画編集ライフを。